川西 H6K97、式飛行艇主力支柱に爆弾を搭載した97式飛行艇97式飛行艇は、大日本帝国海軍の飛行艇。初飛行は1936年。略不合は H6K。純国産としては、最初の実用4発揮であり、第二次世界大戦初期の長距離偵察などに、活躍した。 通称は97大帝97大帝、97式大帝97式大帝。後継の二式飛行艇同じく、川西航空機で生産された。連合軍におけるコードネームは、メービスメービス。川西航空機は97式飛行艇二式飛行艇戦後の PS-1、US-1 など大型飛行艇のメーカーとして有名だが、 これは日本海軍が意識的に川西を大型飛行艇メーカーとして育成した結果である。97式飛行艇は川西が製作した2番目の大型飛行艇で、前作は1929年に海軍の指示でイギリスの名門飛行艇会社ショートブラザーズ社に設計を依頼し、1931年に初飛行した複用3発の90式2号飛行艇であった。 ワシントン海軍軍縮条約とロンドン海軍軍縮条約により世界各国は海軍休日に突入。日本海軍は航空兵力の拡大によって軍艦の劣勢を補おうとした。第一次世界大戦終了後に日本が統治を委任された南洋諸島は軍事施設を置くことが禁止されていたが日本海軍は飛行艇を活用することで 来週する米艦隊に対抗することを意図していた。1933年3月17日、海軍は川西に対し8種用型飛行艇の開発を指示、川西社内で研究中に旧使用型飛行艇の開発が内示され、8種大艇は計画中止となった。1934年1月18日、日本海軍は当時アメリカで、 民間旅客機として開発されていたシコルスキー S-42 やサンフランシスコハワイ間無着陸編隊飛行を行ったアメリカ海軍の P2Y-1 に刺激され、これらを上回る性能を持つ飛行艇として旧、使用型飛行艇を川西に発注した。要求性能は、という S-42 や P2Y-1 を上回る数値であり、 さらに七市特殊攻撃機や旧市中型攻撃機に匹敵する野心的な要求であった。川西では、ショート会後の国産化以来、飛行艇開発に取り組んできた橋口義雄に加え、菊原静夫を設計事務所に任命して開発を開始。海軍が研究用に購入した P2Y-1 を組み立てるなどして設計を進めた。 試作1号機は1936年7月14日に初飛行に成功、報告を受けた山本56航空本部長が川西成を製作所に駆けつけ、関係者の労をねぎらっている。7月25日に海軍に引き渡されて試験飛行を行う。試験の結果、機体性能は良好である一方で馬力不足が指摘されたが、 増加試作機に金星エンジンを搭載することで解決。1938年1月8日に正式採用された。長大な航続距離と大きな搭載量を満たすためにエンジン4機を搭載。全幅40メートル、翼の重央比であるアスペクト比は9.7という細長い主翼を採用した。飛行艇のエンジンやプロペラは離着水の際に 海の波しぶきをかぶらないように、主翼は、後翼のパラソル翼としたが、97式はスマートな胴体を採用したため主翼との間が空いてしまった。そのため、胴体上部2箇所に三角形の支柱を立てて、主翼とつなぎ、胴体下部から斜めに支柱を伸ばして、主翼を支えていた。ただその分操縦席が水面に近いため、操縦席が高い位置にある2式よりも、 離着水がしやすく、二式よりもこちらを好む、操縦員もそれなりにいたようである。試作機では840馬力の中島製工事型を装備したが、量産機では1000馬力の三菱金製43型、最終型では1300馬力の金製51型から53型を採用。エンジンの強化に従って重量は増加したが、速度も 試作機の3 3 2トル毎時から最終型の3 8 5トル毎時まで向上した。連合軍機の攻撃を受け翼内タンクから火を吹いて墜落していく97大艇採用された97式飛行艇はその後も順次改良されながら1942年までに179機が生産された。1939年1月。 ソビエト連邦との日ソ漁業交渉に関して、横浜海軍航空隊所属機が、北海道やカラフト周辺を飛行して、心理的圧力を加えている。1940年の紀元2600年特別艦艦式には、大編隊を組んで艦隊上空を分裂更新して参加者を圧倒した。その後、当時日本の委任当治領であった南洋諸島へ進出して、干渉を調査し、 アメリカとの戦争に備えたほか、イギリス領、ギルバート諸島の写真偵察飛行も行っている。97式飛行艇の初の実戦は、太平洋戦争勃発による南洋諸島での長距離爆撃である。真珠湾攻撃の直後である1941年12月9日に、マーシャル諸島に進出した横浜航空隊所属機が、ハウランド島とベーカー島を爆撃した。 12月31日には、東港航空隊所属の6機が、オランダ海軍の水上規模艦、ヘロンを攻撃したが、水平爆撃は失敗。雷撃隊長機を撃墜されたこともあって雷撃も失敗。これにより、低速の大型飛行艇による対艦攻撃の有効性に疑問が持たれた。1942年5月上旬の産後海海戦でも、魚雷を搭載して、 米軍機動部隊を捜索したが快適せず、会4回、ワイルドキャット艦上戦闘機により数機が撃墜されている。以降は大航続力を利用しての長距離偵察や対戦紹介に終始した。だが、対戦中期以後は海無ないし貧弱な防弾装備が、災いして被害が続出し、前線任務を後継の二式飛行艇に譲って、後方での連絡、輸送に当たったが、 機体が大きいことから空襲時には格好の標的となり消耗していった。空戦では B-17 や B-24 といった連合軍爆撃機も本気の脅威であった。1942年11月21日、東港空の筆常ネオ大域は B-17 と45分にわたって交戦、被弾93発。 重症者2名を出して帰還した。日本軍飛行艇にとって、連合軍大型爆撃機が戦闘機以上の脅威であることが判明し、この戦訓をもとに防弾装置が装備されている。同年で生産が打ち切られたこともあり、終戦時に残存していたのは5機だけであった。タクマ海軍航空隊では、廃棄された97式大艇を空襲に対するデコイとして使用したという。 しかし終戦後も、講和講師を乗せた緑十字飛行や台湾への現金輸送、離島への医薬品輸送に運用され、海軍では最後まで行動した機体の一つとなった。正式採用と同じ1938年、日本海軍は運用中の11型のうちの2機を輸送機へ改造した。試験の結果を踏まえ、翌1939年にはさらに2機の22型を改造して、 試験を行い、翌年7月に97式輸送飛行艇として採用した。金星43型装備の7.8号機改造型が H6KL。金星46型装備の15.16号機改造型が H6K4L である。97式輸送飛行艇は11型と22型から38機が生産され、海軍で20機が運用された。 海軍工事件直前に山本56連合艦隊司令長官と司令部をトラック島からラバウルへ送り届けるなど自民輸送に活躍した。日本海軍は1940年にそれまでの民間航空会社を合併させて誕生した国策航空会社である大日本航空に当時日本の委任当治領であった南洋諸島へ97式飛行艇を用いた。 定期航空便を開設するよう持ちかけていた。当時日本では南洋諸島並びに東南アジアへの進出が課題となっており、進出時の拠点の整備にも、また、すでに南太平洋にパンアメリカン航空のマーチン M130 チャイナクリッパーなどの豪華飛行艇が就航しており、これに対抗した航空路線を開設してアメリカを牽制する意図があった。 1939年には大日本航空内に飛行艇を運用する海洋部が設立され、4月から横浜サイパン島、パラウェの定期郵便、貨物便が開設された。これは事実上の実習機関であり、操縦士や乗組員に対して海軍の教官が指導に当たった。1941年1月には18機の97式輸送飛行艇が、 川西式4発飛行艇の名で採用された。大日本航空では4月から横浜を起点に、サイパンコロールトラック島ポナペ島やルートへの南洋諸島定期便を開設した。このほか横浜淡水サイゴン万国ンへの国際路線と、淡水パラオ間の路線も試験運行されたが、定期便開設には至らなかった。愛称を持つ機体の民間登録番号は、以下の通り。 川西式4発飛行艇は既存の97式輸送飛行艇の内装をさらに改装していたがその内容は川西航空機と大日本航空それぞれの資料で大きく異なる。川西航空機が大口顧客や関係者に配布したパンフレット川西式4発飛行艇によると旅客室は主翼より後ろの機体後部にあり3段階に調節できる。 リクライニングシート8席と2人掛けのソファを設置していた。旅客室の前には6人掛けのソファにもなる4人分のベッドが設置され、その前方には、便所と調理室、その前方に各1名の機長、給児、各2名の通信士、広報士の座席があり、操縦席はその前方にあった。機種内には、広報席と貨物室が設けられた。旅客室のさらに後部には、 トイレとは別個の化粧室と貨物箱を有する貨物室があった。一方、大日本航空の広報資料では、胴体後部の旅客室には9席のリクライニングシートが設けられ、ベッドの前方の胴体全部にも4席のリクライニングシートがある旅客室があった。化粧室は全部旅客室と操縦席の間にあり、乗務員室は機種に追いやられ、調理室は 川西の資料では、後部貨物室がある場所に改められている。こうしたレイアウトの違いの理由は不明であるが、川西の説明による乗客は10名、大日本航空による説明では13名となる。大日本航空に納入された川西式4発飛行艇には、J- で始まる民間登録番号に加え、個々の機体に相性が付けられていた。当初は、磯波、綾波など、 波に関する名前が多かったが、後に黒潮、白雲など気象、生打ちに関わる名前へと拡大していった。また、名前は帝国海軍の駆逐艦と共通する名前がほとんどだった。航路は片道をサイパン経由で運航するもので、横浜を朝に出発し、8時間かけてサイパンに到着すると、当地で一泊の後翌朝出発して、 7時間かけて、パラオへ飛行するもので、横浜発、第1、第3水曜日、パラオ発、第1、第3土曜日に運行されていた。片道の運賃は、サイパンまでが235円、パラオは375円で、東京大阪間の34円の11倍もの、高額であった。また、川西式4発飛行艇赤道越えの航空路線を開拓する。 操縦したちを描いた東方映画南海の花束にも登場した。実際に大日本航空では赤道を超える航空路線を企画したが、すでに ABCD 方囲網によって日本の南方進出を阻止しようとする時局において気候が認められたのは当時中立国であったポルトガル領のチモール島だけであった。しかも11月25日にパラオからの 1> 第1回定機便が飛んで、わずか2週間後には、太平洋戦争が勃発したことにより、大日本航空の川西式4発飛行艇は、前期海軍に徴用され、軍用輸送機として使われた、97式輸送飛行艇。ありがとうございます。